日本近畿地方兵庫県神戸市東灘区六甲アイランド六甲山より六甲アイランドを望む六甲アイランドは神戸市東灘区神戸港内にある人工島。略称は 6iRi。海上文化都市で総面積は約595ヘクタール。島は3つの町からなる。住民は主に紅葉町中に住んでおり、紅葉町東、西には 工場や港湾施設などが多くある。また、向かい大町中では、島の中心を通る六甲ライナーより、西の住宅地がウエストコート、東の住宅地がイーストコートという名前で分けられている。町のことを六甲アイランドシティ、リックとも呼び、施設名など、あらゆる場面で用いられる愛称となっている。着工前の時点での計画人口は約3万人だったが、 2017年4月30日、現在の人口は19,253人で、ある。ポートアイランドと比べ住宅地を主とした街づくりがなされている。また、六甲アイランドの南沖合に、フェニックス計画の埋め立て地を含む、別の人口と六甲アイランド南を建設する予定であったが、阪神淡路大震災において被災した市民の生活復興を優先したことなどにより、 六甲アイランド南計画は長期間にわたり凍結されていた。しかし、神戸市の神戸港将来構想の中に組み込まれており、再び計画が立ち上がり始めている。なお、現在のところフェニックス計画の埋め立て地のみを建設中である。島は、中心部に会社、住宅地、店舗、その他公共施設などがあり、特にファッションに関する施設が多く存在する。 中心部をシティヒルという全長約5キロメートルの道が囲んでいる。様々な種類の木がたくさん植えられていて四季折々の景色を楽しむことができる。公園や運動用の遊具が所々に設置されている。この道はマラソン、散歩などに利用され、シティヒル外側の工場からの排気ガスを防ぐ役割もある。また島の中心部では、 アイランドセンター駅などを含めた施設群がスカイウォークと言われる空中回廊で結ばれている。島内には市内の街に比べて緑地や公園などが多くある。しかし当初の開発計画は縮小され、島南部には基地などが目立つ。島の南側中央部にはウォーターフロント緑地としてマリンパークという海洋公園がある。ここで釣りをする人々もいるが、釣りは禁止されている。 過去に大型プールを中心としたアミューズメントパーク六甲ランドアオイアが存在したが、阪神、淡路大震災で被災した後に復興不可能だと判断され放置、閉鎖された。2005年7月1日、マリンパーク駅前に新しく大型プール、デカパトスが建設された。外国人学校などが点在しており、かつて P&G の日本法人の本社があったことから、 外国人の住人が多い。そのため、島では、収穫祭や、ハロウィンなどのイベントが活発に行われている。また、外国人専用の住居などもある。さらに、多くの店や、施設の案内板や注意書きなどには、英語をはじめとした外国語が併記されている。保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学。 専門学校の教育施設がすべて揃っている。震災の際は液状化現象が発生したものの、ビルやマンションなどの大型の建物の倒壊はなく、島内の建築物の被害は少なかった。しかし、島と本土を結ぶ六甲大橋が被害を受けたため、ガスや電気の供給がしばらくの間断絶されていた。また、島には自宅を失った被災者のための仮設住宅が、 作られた。毎年、神戸レディースフットボールセンターの近くでは、チューリップ祭が3月から4月にかけて開かれている。六甲アイランド地区に開設された、紅葉東及び、西近隣公園は、それぞれの敷地の約3分の2を占める部分に400台を収容できる、半地下式の駐車場が設置されている二蘭制、ソーセージの近隣公園である。 向井洋東近隣公園は多目的スポーツグランドを備えた都市的雰囲気の公園として向井洋西近隣公園は広がりのある芝生広場を持った自然風公園として計画しそれぞれを緑道で結び相互利用ができるよう計画している設計で人工地盤の上部において植物の良好な成長を確保するため駐車場上部に 最低1.5メートルの土壌圧を整備することにより、良好な植栽基盤を確保している。また、埋め立て地の不当沈下に備え、車路階段等は約30センチメートルのレベル差を許容する埋設施設の整備を行うことにより対応している。駐車場特有の給排機構につしては、パーゴラ柱、モニュメント等として積極的に景観要素として位置づけ、 利用することにより特色を持たせている街の風景。ありがとうございます。